徳島支部の4878西岡郁美です。お願いします。はい、知ってます。はい、あ、勝ち釜なんですねこれ。あ、普通のインタビューかと思ってました。あります。はい、全然めっちゃあります。やっぱ仲良くさせてもらってる川村亮さんとかのやつですね。はい、一応会社の社員なんで、一応秘書か書記かなんかそういう感じらしいです私は。はい、たまたま名古屋結構知り合いが多くてよく遊びに来てるんで、それのついでにちょっと会議に呼ばれたっていう感じです。ここ半年ってか、やっぱコロナになってからは全然出歩いてないですね。あー、ちょっとそこなんでしょう、そういうあの機械的なのはもし苦手かも、わかんないです、はい、やってないです。はい、はい、結構見ますね。何見るんだろう、まあ音楽聞くっていうのが一番多いけど、犬の動画とかハムスターの動画とか、耳かき、ひたすら耳かきしている動画とかを見たりとかです。はい。はい、なんかすごい気持ちいい、ごっそり撮れたのがすごい気持ちよくて、そういう動画を見てますね。まあ音楽系が一番多いです、やっぱ YouTube。 音楽は何を聞きます？最近アイドルグループ、なんか名古屋のボイメンとかも結構好きで見てます。はい。全然興味ないなかったんですけど、なんだろう、ボイメンみんな身長高いし、なんかかっこいいなって思って、普通に、はい、ジャニーズよりなんか好きです。はい、身長高くて垂れ目が好きです。可愛い顔が好き。千葉雄大とかめっちゃタイプです。はい、ロン毛ですか？ロン毛もその人に似合ってたらいいと思います。はい、全然勝ち釜さんいいと思いますけど。趣味は結構多くて、釣りとか登山とか、もう全然行けてないんですけど、あと写真撮影とか、あと何があったかな、温泉入るのとかも好き、家庭菜園とかも好きやし、結構いろいろ多趣味です。はい、そうなんですよ、ばあちゃんの庭、なんか畑で一緒に野菜とってます。自然が好きすぎて、いつも自然だけが私を癒してくれます。徳島、そうですね、大自然しかもうないんで、あとまあご飯が美味しいとかぐらいかな。あとは何もないです。はい、あとは何もないです。コーギーの女の子のマロンちゃんっていう名前なんですけど、めっちゃ悪いけど人懐っこくてめっちゃ可愛いです。は私がつけました。色がまあクリーム色やったし、最初クリームとか稲荷とかそういうので迷ってたんですけど、黄色い系で。でもなんかマロンっていうのがしっくりきて、でマロンって栗なんかなって思ったら、英語に直したらザリガニらしいんですよ。マロン。だからちょっとそういうのもなんか面白いなって思って。栗の直訳はチェスナットでなきゃ、なんかそういう感じなんですよ、とりあえず。まあ日本人には栗っていう風に浸透してるけど、実はザリガニ。っていう、はい、豆知識。あ、私ですか？よく間違われますね、本当に。どっちかなんか大体間違ってます。未来の未が美しいに間違われてたり、育美の育の方が変になんか全然違う育だったりとか。あ、そうなんですよ、はい、勝ち側までも普通に間違ってて。このやつないんですか、そろそろ。そういうの欲しいね。待ってました、待ってましたよ。はい。もう一件だけが。西岡郁美さん、本物？何を言ってるんですか、あいつは。おめえだよ。おめえだよ。あ、いえいえ。もう最近はなんかその間違ってても、もうそのままにしてます。母親が言うには未来を育てるっていう意味らしいです。画数とかも、なんやろ、いいようにらしいです。知らんけど。そんな感じです。徳島弁で、例えば
どういう感じですかね。徳島弁で一生懸命走るけん、一生懸命走るけん応援してください。決めポーズ、みんなどんな感じなんですかね。普通にガッツポーズとかですか。ガッツポーズはちょっとやめてもらえる。あ、ガッツポーズはやめても。ガッツポーズ以外だったら以外で、普通にじゃあ勝ち釜古いですか。いいありがとうございます。はい、OK です。はい、ありがとうございます。